言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。激動の現代社会、その時代の舵を取る企業のトップたちの言霊に触れることで、日本が向かう先、そう、未来が垣間見えるかもしれない。トップの言葉が現実になる。滋賀県を拠点に獣害対策製品の開発、製造、販売、施工まで行う株式会社キャムズ。あらゆる条件、あらゆる環境に対応する獣害防止策をはじめ、人々の暮らしをより良くする製品を日本中に発信する企業だ。今日はそのトップの言霊に触れる。今から43年前になりますけど、アルバイトでフェンスの施工の仕事に就くことになりまして、いつの間にかそのフェンスの完成したその達成感の魅力に取りつかれまして、気づいたらそれが本業になってたっていうのが今現在。まさにフェンスの虜となり、会社まで立ち上げた太田社長の情熱は今やフェンス業界を揺るがしている。弊社の、フェンスの特徴といたしましては、まずは柱の間隔が 2.5 メートルピッチなんですよね。通常のフェンスというのは 1.8 メートルから2メーターが主流なんですけれども、1キロにいたしますと約100本の、資材の減らすことと、作業費を減らすことができます。ガードレールと同じ物理的な構造を持ちまして、フェンスに曲げを作ることによって2メーターでなければいけないその支柱間隔を 2.5 メートルまでに伸ばすことができました。一番肝心なのは品質だと思うんですね。で、弊社はまあ8割ぐらいを中国の協力工場の7社ぐらいあるんですけれども、そこに委託しておるんですけれども、以前は商社さんを通じて中国から物を輸入していたんですけれども、あまりにも品質がひどいので、今は工場と直接取引をして安定した今品質になっております。年々躍進を遂げる株式会社キャムズ、その成長の秘密とは。正直言いまして、知らぬ間にこうなっていったっていうのは実情ですね。6年前には4人の社員で会社を立ち上げて、今は24名になっているんですけれども、必要に応じて人が増えていった、また入荷に応じて人も増えていった。機械、リフト、トラックもそういう必要に応じて増やしていって、全然シナリオはないんですけれども、今現状に至っているのは、欲がないって言ったら嘘になりますけれども、儲けを考えてないからこんなことになったのかもしれません。株式会社キャムズ、太田社長の掲げるコンセプトとは。3つの C を心がけております。まあ、1つ目はシャレリですね。同じ現場が2つともありません。もう急な坂、こんなとこどうやって荷物を持って上がるの、どうやってこんな硬いところに杭を立てるの、というふうなことがありますので、常にチャレンジ精神を持って現場に挑んでおります。2つ目の C としては、コントライブですね。考案、工夫ということなんですけど、毎日毎日こうしたらいいんだろう、ああしたらいいんだろう、どうしたらここ昨日より1秒でも早くできるだろうということを頭に置いて、コントライブしております。3つ目の C はコミュニケーションです。野球に例えると、打者がボールを打つと9人が追いかけていくのはコミュニケーションとチームワークが取れているように思いますが、実際のところ打者がポーンと打つと、それぞれの役目をするためにバラバラの動きをしますよね。それと同じくキャムズの社員も、実際バラバラな作業に見えても、より良い作業のために、より良い製品開発のために、より良い仕事の完成図を共有しております。株式会社キャムズ、太田社長のトップ像、そして企業としての理想とは。まあ、一代でこの会社を今築き上げましたけれども、常に社員とは距離を短くして、社員との調和が企業が伸びていく一つの条件だと考えております。より良い暮らしのために、より良い製品を生み出し、地域住民と従業員の思いを尊重する太田社長の見据える未来には、たくさんの笑顔があふれているのではないだろうか。能力っていうのは自分で培わないといけないので、知恵と技を見せないと、いけないと思ってます。言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から、日本の未来、そして時代が垣間見えたのではないだろうか。